東原さんの好きなタイプ、はい、あ、俺の好きなタイプ、うんうん、おっぱいが、うん、H カップ以上。 H カップ以上H カップは大変です。 ABCDEFGH、うん、譲って、うん、G でもいいよ。譲って G ですか。やっと。うわ、募集条件とかあります？おい、ブリーフだ、頼む。うん、爆乳部門は、うん、F カップ以上。本当は G って言いたいところなんだけどF まで譲ったよ。合コンしましょうか。メイクチームのですか。そう、いいんですか。ちなみに巨乳を呼んでください。巨乳はいい巨乳いますよ。本当いい巨乳います。本当ですか。いますよ。友達に巨乳いないですか。巨乳いますよ。いる。はい、います。何カップ。大切なとこですよ。 G です。 G、 はい、嫉妬ですよね、ほんまに。結婚しましょうか。結婚優香も好きだけど、鈴木京香好き。あ、やっぱりプリンとしてるから。画像今これ見たら全員爆乳の女性の方ばっかり調べてるじゃないですか。いや、やっぱりね、少ないんだよね、はい、はい、世の中爆乳。紹介してもらえます。え、でもどういう人が好きなんですか。ごめん、巨乳がいない。なんで謝ったんですか今。え、どんぐらいがいいんですか。ベストエッチカップ以上。でっかい。そんな人います。いや、人口の 1% ぐらいですよ多分。原石はいるんだよ。堀内さん何カップですか。最低。うちのおっぱい番長なんですけどね。おっぱい番長。そう、あの、ああ、女性のおっぱい大きくするんですよ。あ、そうですか。はい。あ、でもそれこそ佐山さんのバストやりました。おお。関節。関節。うん。この手で。うわあ、開いちゃう。そしてこうやっていっぱい貼ってやるんだよ。おお。アダルト女優、セクシー女優の名前がずらって並んでんだよ。いっぱい巨乳、爆乳がいるから次から次に出てくるじゃん、はいはい、そいつらをメモるのが大変なんだよ。ちょっとこれ、旅関係ない。どうして巨乳を愛するようになったのですか。純粋に知りたいですっていう女性の前もんぬんさんっていう女性から来てるんですけど、なんだろう、巨乳好きになったきっかけってあるんですか。多分、はい、俺の母ちゃんもちょっとした巨乳なんだよね。それを触ってた、はい、ちっちゃい頃のイメージがあって、はいはい、そこに繋がってるんだと俺は分析してんだけどね。なるほど。真面目にお答えいただきました。